はい、どうも、ラキです。最近ウサギとカメのフェスが行われたんですけども、5月にね、またフェスが行われるそうです。で、今回のお題なんですけども、野球の関連になってます。どちらを応援するか、セリーグ VS パリーグという、まあセリーグとパリーグっていうのは、まあ野球知ってる人はね、多分すぐわかると思うんですけど、知らない人はまあちょっとわかんないよね。あ、僕はね、あの野球ずっとやってたんで詳しいんですけど、セリーグっていうのは、まあ巨人、ヤクルト、広島、東洋カープ、DeNA ベイスターズ、中日、ドラゴンズ、阪神タイガーズっていう6つの球団に分かれてるんですけど、パリーグも同様で、埼玉西武ライオンズ、福岡ソフトバンクホークス、日本ハムファイターズ、オリックスバファローズ、千葉ロッテマリーンズ、東北楽天イーグルスっていうのが、まあ、ごめん、正式名称ではないんですけど、ちょっと略しちゃったんですけど、まあ存在してて、でね、昔はね、人気のせい実力のパって言われるくらい、まあ、パリーグがすごい強くて、今もね、実はパリーグがね、すごい強いんですよね。まあそういった内容で、セリーグとパリーグどちらを応援するってのが行われます。先ほども言った通り、まあ、自分は野球好きなのですごい嬉しいです。もう興味ない人はね、マジで興味ないと思うんで、野球とかさ、まああの野球部って坊主だし、ちょっと生きるじゃん。あんまね、あの学生時代にね、いい思いしてる人とかいないと思うんで、サッカー部とかバスケ部とかかっこいいじゃん。坊主じゃないし、髪の毛生えてるし。まあそれでも俺野球好きだったんですけど、まあ人それぞれだね。まあ野球がよくわかんない人は、姫ちゃんに入れるか、もしくは飯田ちゃんに入れるかでいいと思います。はい。姫ちゃんがセリーグ、飯田ちゃんがパリーグとなってるみたいです。日にちなんですけど、5月11日土曜日から5月12日日曜日となってまして、ゴールデンウィーク最終日かな。まあ多分ね、もう、旅行とか行った人とかは、もうお家に帰ってきてると思うので、ぜひフェスをみんなで楽しみましょう。俺はね、昔からね、巨人好きなんですよ。巨人好きだから多分セリーグ。あと姫ちゃんも好きだし、セリーグにすると思う。あ、でも飯田ちゃんもいいんだよな。飯田ちゃんも好きなんだよな。あと自分の地元がね、横浜なんですよ。で、周りのお友達とか、もうみんな横浜 DeNA ベイスターズ応援してるんで、セリーグだな。俺はセリーグにしよう。いや、本当にね、野球興味ない人はね、申し訳ないんですけど、俺野球めっちゃ好きだからこれ嬉しいわ。いや、めっちゃ楽しみ。前回姫ちゃん勝ったんだっけ？今回はな、飯田ちゃんに勝ってほしいけどな。あ、でも姫ちゃん結構負けてたから、一時期。まあ、セリーグにするので、一緒の人頑張りましょう。ちなみにインクの色なんですけど、セリーグが緑、パリーグが青だと思います。はい、ということで、フェスの情報でした。またミステリーゾーンとかね、分かったら、動画にしていけたらいいなと思います。